まさか買い物まで撮影するとは思わなかったぜ。面白くなるかはわからねえが、やるからには徹底的に行く。何しろ豪華賞品がかかってるからな。それにセシルのやつ、北国ロケだってはしゃいでるだろ。あの楽しそうな表情を見てると悪くねえなって思うぜ。よし、まずは防寒具選びだ。凍えないように万全の装備にしないとな。アイスミュージアムっていうくらいだからな、氷の建物の中が寒いのは当然か。北国の見どころはいろいろあって迷ったが、あえて人工的なスポットを選んだのも正解だったな。面白いところだ。氷でできた彫像や家具なんかもある。セシルは氷でできた虎の像が気に入ったらしい。ミュージアムの中にあるバーで飲んだドリンクも格別だったな。このカウンターやグラスも氷でできてるから派手な色のドリンクが映えるな。クールなショットになりそうだ。